さあ、私は今、猛烈に感動しているぞ。さあ、ね、これでね、ついにいよいよですよ。あ、ギガサス懐かしい。これ懐かしい。今で思ってるわ、ボロボロのやつやけど。はい。というわけでね、モリーがね、伝説の桃使いを、出してくるってやつがあるんで、で、これでね、ちょっとモリーと戦って、あったね、モリーに挑戦。まあ、そんな強いパーティー出してこないんですけどね、まあ、なんだったらもう、ね、伝説の魔物使いやし。はい。じゃあ行きましょう。これは一発で終わらせる。で、相手が使うのはですね、モリーはね、伝説の魔物使いを使ってくるっていうね。大して強くないっすよ。よっぽどあの勇者たちの方が大変だったもん。まあ、なんていうかな、スペックとしては強いんですけどね、もちろん。じゃあ行きましょう。いや、最近ですね、視聴者から言われた言葉を紹介します。キラさん、あんなにドラゴンライダー使ってたし、今使ってませんよね。使おうと思います。出た、出た、出た。しかも、納金みたいなの出てきたし、もう。さあ、というわけで、始まりました。久しぶりのドラゴンライダー出演です。てかもう、納金すぎでしょ。パーティーが極端すぎます、少し。いささかパーティーが極端なのではないかと思いますが、私が一番そう思っております。では、行きましょう。すげえなー、なんかこういう雑なパーティーなんか時々使うよね、俺モンマスで。まあ、見せてやるよ。見せてやりましょう、伝説の魔物使いに。さあ何か、魔物ないし、これメタルドラゴンに入るときついんじゃないのかな、多分。魔物ないし、メタルドラゴンだと。あ、それはどう？はい、そうだね。メタルドラゴンは確か魔物ないし弱点だったはずなんだけど。さあ、真空波で打点取られます、ちなみに。真空波がドラゴンとメタル。あ、それはね、予想してないからやめてほしいんだよね。それはね、打撃、その点は予想してないわ。真空波の打点は予想してんだけど、それは予想してないの俺。さあ行きましょう。返します、ここから。行くぜ、鋼のキーバー。行くぜ、せーの。はい、よいしょ、よいしょ、素晴らしい。さあ来ました。皆さんご賞味ください。行きまーす。ドラゴンとロー。コンビネーションだ。行くぜ、はい、はい。ちょっと待って、出た、出た。よいしょ。来た、来た、来た、来た。もう久しぶり言ったわ。ドラゴンとロコンビネーションだ。もちろんドラゴンはこのね、超威力の激しい炎。これ以外ありえませんよね。ほいや。あ、耐性の上からこんなもんか。あ、耐性の上からこれだったらちょっと弱いか。まあいいや。全体に当てれるって考えてこっちの方がいいかな。テールアタックで安定取ってもいいんだけど。さあ、こっからですよ。HP 差は勝ってる。大丈夫。ただ向こうの SP 次第ならあるんだけど、だから攻撃は散らしちゃうけど。特技ブレス、あのね、打撃だから大丈夫だと思うけど。だから変な避けられがなければ大丈夫だと思うんですけど、そう。こいつらだったらね、てか何だったらスライムナイトキラーパンサー、伝説の魔法使いチームって、草原森チームっていうのが発動してて、回避率が上がってるんですよね。それがあって避けられる可能性は大いにあるんですよ。だから本当に安定させるのは呪文の方が良かったかなって思ってます。はい。ナイトリッチとかね。またナイトリッチ配信し始めた。DLC 来たからナイトリッチ入れてもいいんじゃねえかなってそろそろ。さあ、打撃耐性あるぞ、こいつ。なるほどね。さあ、エンジン炎入っていって、多分ね、削り切られるってことはそうそうないとは思うんだけどね。まあ、ここはちょっと盤石の体勢を整えるために光の玉で有機チャージしておきましょう。盤石の体勢を整えましょう。ほぼほぼ倒されることはないんで、このチームって。負け筋は削り切れなくて、とどめの敵撃たれるんで。こっちは光の玉使っておきましょう。うまいこといけばね、このターンに勇気をね、溜め切ることも可能でございます。さあ、飛竜切りに行く。なるほどね、安定を取っていく。せーの。よいしょ大丈夫、大丈夫。勇気溜まる、勇気溜まる。大丈夫。勇気溜まる、これは。この調子なら溜まる。さあ、メタルは溜まるぞ。しょいしょ、オッケーよー。しょいしょって何あとはドラゴンがね、なんかして。負け筋、魔物ならしか。魔物なし、ドラゴンか。あ、真空波、ドラゴン食らうね、やっぱ。まあ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 、かわいいもん。ジャンボギー沼ヒとかの方。なんでメタル今、メタルは、ひょいって避けやんな、今、お前。さあ、これでね、勇気、2体当てれば、もう、とどめきれないですよ。どうであれとどめ打てます。はい。よいしょ。で、これで、勇気貯めて、はい、これでもう勝ちですね。勝ちです。ゆっくり今、俺腕組んでるわ。今ちょっと今ね、腕組んでます。足も組んでます。あ、それ食らう。あれ？何がしたかったんや。あのさん何したかったんや。さて、どれ、息子はどれほど頑張ってるか、見せて、見てみようかの、パパス登場。嫁かパパスか迷ったんですよ、実は。嫁出すかパパス出すかすげえ迷ったんですけど、ここはパパスで行こうと思います。よろしくお願いします。その剣はゲマだけに振ってほしいよね。なんで息子に対してホーリーエッジを放たなくてはいけないのか。
てか向こう HP すら使ってないんだけど、もう何がしたかったんだ。今までの苦労返してくれや。というわけで、なんと伝説の魔族を倒してしまうとは、さすがオーブンジャーラー、素晴らしい。あの、今までの戦い見てたの。いや、これ伝説の魔術界がね、ようやく使いになりますね。いやー、これの動画作りたいからね、ちょっと、次回はこの動画にしよっかなって思ってます。伝説の魔術界強いからね。よし。これで森ミッションも終わりですね。じゃあ、あとはね、またね、ちょっといろんなことしつつ、やっていこうと思います。